ということで皆さんどうもこんにちは、おしゃおしゃです。今回は京成電鉄コンジャクツアー後編ですね。次は3100型、これに乗っていきたいと思います。まあ、こちらはですね、ここ空港第2ビルから八千代だった、まあ、そこまで行くということでね、これに乗っていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、ということでね、早速この3100型に行くために東成田駅に移動していきましょう。すごい緩やかなカーブで結構長い距離を歩くんですね。ここ第2ビルから東成田までは徒歩で 500m、 10分から15分くらいかかるということでね、今そっちの方からねこういう風に来て、そこで曲がってね、どうだろうな、まだまだ登るらしいけど、もうそろそろ半分いったんじゃないかな。さあ引き続き進んでいきたいと思います。成田空港第2ビルと東成田駅は連絡通路がこういう風に設置してあるってことでね、まあ、別にそこまで遠いわけではないんでしょうね。東成田駅は成田空港の職員さんたちが、まあ、使っている駅でもあるので、最後のこの坂なんかすごい急っすね。そしてなんかあそこに案内板みたいなのが見えるんですよね。もうそろそろ東成田駅のところに着くんじゃないでしょうかね。東成田駅はもともと今の成田空港ができるまでのメインターミナルでしたので、それでは入っていきたいと思います。多分ね、この塀の向こうには昔使われていた売店とかがあるんじゃないですかね。そしてこれが歴代のスカイライナーか。もうこの向こうとかもそうだよね、謎の絵。まあこのね、塀の向こうには昔使われていた大きな改札とか、成田空港時代のホームとか売店とかがたくさんあるんでしょう。今じゃ本当にこの東成田っていうのは用地を持て余す、昔は栄えていた駅の一つに入っているんでしょうね。それでは入っていきたいと思います。はい、中に入っていきました。中は結構物が散乱していますね。当時使われていた有人改札機や、このように昔の成田空港時代のスカイライナーの入り口の表記など、さまざまなものが残っています。まあその他にもたくさん資材やら何やらが結構置かれていたりしています。成田空港時代に開店していた店でしょうね。色々散乱してんな。ホームに出てくると、まるで僕を待っていたかのようにすぐに電車が入線してきました。入線シーンを撮ることができてよかったです。16年ぶりとなる京成電鉄の新型車両は2019年4月11日に初投入され、新京成電鉄では8万系として活躍しています。この電車は従来の京成電鉄に比べて訪日外国人にとても配慮した設計となっています。おー、成田空港っす。成田空港、これ東成田なんですけどね。いやー、今成田空港だった時代に来てみたかったな。大きな駅の廃れた感じは本当にすごいですよね。僕は好きです。線路はもうすっかり錆びてますね。
成田空港駅だった時代が終わり、今じゃここを通る定期列車は一本もありませんね。電気は一つもついてません。で、これが成田空港駅だった時刻表です。ミオの時と大して時刻は変わりませんね。昔のスカイライナーの乗車位置ですか。ではせっかくなんでね、あそこにある奥にある物販販売を見てみましょう。海産特急、この国鉄車のムンムンする分で、あと5分ということでね、取ったと車内に戻りましょう。僕の車内は4号車22番、とりあえず4号車に行きましょう。この隣ですね、もう一つ。あとカメラズームしっぱなしでしたね。見づらくなってて申し訳ないです。ではご乗車を。これはあれですね、さっきの折り返しですね。どこ行きだこれ。ご乗車のお客様が第1号とお伝えしましたが、この3100型の本線、京成本線営業運転においても、皆様が第1号のお客様。
ということで終点の八千代台です。なんか水でも寄ってたよね、うん、ちょっとうまかった、うまかった。いやー何イベントだっけ。ということで京成線のイベント混熟ツアーはいかがでしたでしょうか。僕は今回番外編としてこの前半後半の他にも京成線復路の3100型の様々な方向幕をご紹介する動画を上げようと思っていますので、そちらも合わせてご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。